タンバリンの演奏風景タンバリン、またはタンブリンは打楽器の一つで幕名楽器に分類される楽器である。一部の呼び方でマカロニと称されることもある。タンバリンは銅に小さなシンバルをつけた極めて浅い小型の片面太鼓である。楽器の価格としては比較的安価な部類であり、また簡単に音を出すことができるため教育楽器として多用される。 一般的にはタンバリンとして知られるが、日本の小学校で使われる教科書ではタンブリンと書かれている。これは文部科学省から発行されている教育用音楽用語という冊子で音楽用語に関する基準が示されており、教科書に出てくる音楽用語はこれに従っているためである。フランスではこの楽器とプロバンス大庫の両方をタンブランと呼び、 クラシック音楽の作品では、プロヴァンス大鼓の方を指す場合がほとんどである。その場合、タンバリンはタンブールでバスクとして区別する。ブラジルの楽器である、パンデ色はタンバリンの一種である。ただし、ポルトガル語でパンデ色はそれを含みタンバリン一般としての意味がある。膜の直径は、おおむね20から30センチメートル、銅の深さは5から8センチメートルである。 この胴に数箇所湖面コメント水平に細長い穴を開け中央に細い棒を通す。そこに小さなシンバルを向かい合わせて棒に通しタンバリンの動きによってシンバルが打ち合わされるようになっている。タンバリンの種類には響き線をつけたもの、鈴をつけたもの、皮のないものなどがある。タンバリンは太鼓の一種であるが音の多くをこのシンバルによっていると言っていい。 ブラジル風タンバリン、パンデーロの演奏風景タンバリンを演奏する、ジプシー種に持って叩く奏法が最も一般的。指、拳、手のひらで叩くほか、膝やお尻に打ち付ける、振って、シンバル部を鳴らす、湖面の縁に沿って、湖面を擦る、ドラムスティックで叩くなど様々な鳴らし方がある。スタンドに装着して、指、拳、手のひらで叩く方法もある。 革を張ったタンバリンの場合、利き手でない方の手で持ち、利き手で叩く奏法が一般的である。一方、革が張られていないモンキータンバリンなどの場合、利き手で持ち、振りながら利き手でない方の手に当てる奏法が一般的である。ドラムセットのハイハットスタンドに取り付ける方法もあり、これはハイハットを叩いたりペダルを踏んだ時にも鳴らすような装飾的な使い方にもなる。 タンバリンをピンパニの上に乗せ、ピンパニのコメンをバチで叩く方法は、タンバリンにはコメント反対側に足としての突起点が3から4箇所程度ついていることが求められる。なければ絆創膏やテープを厚めに貼って代用することも可能。この足としての点がピンパニの振動をタンバリンに共鳴させることにより、一人の打楽器奏者の演奏で、 ピンパニとタンバリンの音が同時に得られる。西村明などの作曲家が特に打楽器アンサンブルのための作品に好んでもジール。ちなみに銅に開いている穴はかつてそこに鈴がついていた頃の名残であり指を入れるための穴ではない。小学校教員向けの指導書にはこの穴に親指を入れて演奏すると危険であると明記されている。各国で様々に呼ばれているのは タンバリンの元気が小さな太鼓というに過ぎないからであり、他にもタンバリンと呼びうる楽器があるからである。それでバスク風とかシンバルのついたという言葉を添えているのである。他、ありがとうございます。